友達で例えば同じぐらいの年、サーフィン仕事じゃなくて趣味でやってるっていう人もいる？いる。でもそんなに多くない。だいたいみんなガイドやってるか、アグースの弟みたいにプロサーファーか、そういう感じかな。これも閉まるんだね。どういうこと？時期があるからね。時期。時期時。サノル時はサノルで早い。時期の時に。やらない。もう何、その時は3対差じゃ。そう、仕事は普通の仕事とかないから、ホテル、レストランとか。わざとサノルまで来たまで、サノルから来たまで行かないじゃん。やんない。あー、なるほどね。例えば大会とかある時はみんな。なるほどね。ホビーはないね。普通のさ、オランジャカルタとかサーフィンのなんかイメージって持ってるかな。かっこいいとかかっこ悪いとか。もう知らない、サーフィンなんか知らないって感じ。何それって感じ。見たことない。あのテレビとか、インドネシアのテレビとかでサーフィンはないね。ない。僕もないからさ、マガジンとかもうないじゃん。インドネシア人用のサーフィンのマガジンとかないの？あるオラン、あ、バハサインドネシア、ない。普通のジャカルタの人とかサーファーかっこいいとかそういうイメージ持ってない。服だけじゃない。ああ。ブランドね。ハーレーとかビラボーンとか。サーファーのブランド。だいたい俺が知ってるサーファー、ほとんどサーフガイドしてるとか、まあ、プロサーファーとか、なんかこう仕事に、サーフィンが仕事につながってる人が多いなっていうふうに思うんだけど、なんか趣味ホビーだけっていう人がなんか少ないな。カルナ日本だったらほとんど趣味なのよ。まあインサじゃん。ホビーだけね。そう、仕事、サーフィンの仕事の人はほんとちょっとだけスリキッサじゃなのよ。でもやっぱサーフィンをすることで仕事になってる人が多いでしょ。こっちはね、多いよね。